はいどうも、今日皆さんにご紹介するのはルドゥースなんていうもんだろう。面白いといいな。なんかよくあるっちゃよくあるけどな。あれ大体ハート一つ。と同じだがより強いヒーローマージレベル4まで。マージバフのパターンがある。他のヒーローにバフを与えると戦闘力が上がる。バフパターンは岩にダメージを与える。岩を壊すとコインが手に入る。さらにいいのバフパターン。岩を壊してもっとヒーローしよう。まあまあまあ、マージレベル4と戦闘力20以上のスーパーマージレベル、すごいのかな。これでサボーターが敵をコッパミジン。強い感じがするな。アビリティはエネルギーが満タンになると発動。これか、ええやん。ゴールドバトルパスとトークンってなんだ。レアゲットしたよ。デッキに入れる。このヒーローを入れ替えるとしよう。戦略に合わせてデッキを組み直す。弱そうだな。
れさっきのレアキャラはどこ行ったんだ。こいつ光栄キャラだから後ろにいてほしいのにな。移動できたのかな。なんとか勝ちました。移動ができないかね。こんなもんかな。怒られた。チンタラしてる。まあ勝つでしょう。何試合やらされんだ。出れないのか。上のハートの数5試合勝たなきゃいけないのかな。だるいな。混ぜれるやつ自動で混ぜてほしいのにな。無理かな。負けないか。ちょっと怪しいんじゃない。負けるじゃん。負けたじゃん。
スーパーマーチ。OK かな。お、強い技を出してるっぽい。めっちゃええやん。なんか別のとこ行きたいな。レアキャラみたいのを手に入ったのにどうなってんだ。これか。それとさっきの戦いは何だったんだ。知らんやつと戦うだけなのかな。私あのさっきのレアキャラとかどこ行ったんだ。なんで戦うたびにこんな新キャラやんなきゃなんないの。よくわかんないな。もうまあやめるきっかけを探してたとこあるけどもういいや。まあまあちょっと面白い感じやったけど、アイン登録してね、一回やれたから満足。